岡さん。はい、どうも。はい、久しぶり。超久しぶり。15年ぶりですね。15年も経っている。ああなあ、もうお互い年取ってデージなと思う。なげさかさ、懐かしい。その説はお世話になりました。お世話になりました。三振のことなら三振の松田、うん。ありがとうございます。この、皆さん、この下の、はい、YouTube のリンクに15年前のその放送を貼っておきますので、さらにそれまでちょっと聞いていただけますか。ありがたいね、懐かしいね、RBCIラジオ出てもらいまして、ありがとうございました。で、あれですか、今は大体どんな活動をなさってるんですか。最近ですね、うん、ジョニー・ギノワンさんからバトンを受けまして、揚げ飯っていうのやってますんで。あー、ご飯食べるの、はい、ご飯食べるの、いろんなところ行って。はい、そうです。今日は三振の松田さんのすぐ近くにあるトップランクっていうホットドッグ屋に行ってきましたんで、うん、ああ、すぐそこの。そうです、そうです。ああ、自分一回も行ったことないな。隣近所。時計隣なんですから。で、味はどんなだったんですか。抜群、最高。抜群、あ、いや、ほんと。多分、世界一のホットドッグかもしれない。そっか。ぜひ皆さんも行ってみてくださいね。じゃあ、またこの揚げ揚げ飯のスケジュール、はい、うん、何時何分っていうのも。毎週金曜日の夜7時、はい、沖縄テレビ8チャンネルの方でやってますので、よろしくお願いいたします。再放送もあるんですか。再放送がまた日曜日の深夜0時30分にやってるそうなので、はい、そちらも合わせて、はい、いただけたらなと思います。わかりました。じゃあ、皆さんもこの、何ホットドッグ屋、うん、ホットドッグ屋、タコライスも美味しいですけど、あ、そうね、ブエノチキンも美味しいですけど、そうホットドッグ屋も、ホットドッグも行ってくださいということで、行ってみてください。よろしくお願いいたします。どうも、インタビュー受けてくださって、いえいえ、ニフェイデイビタン、ありがとうございました。ありがとうございます。またじゃあ15年後に会いましょうね。そうだね。ちょっと来ますので、はい。はい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。松田、はい、よろしくございます。バイバイ。